はい、えー、そうしましたら、あーデルジュン卓券スマート演習講座、えー、本日、卓券業法に入っていきたいと思います。えー、と問題集はこのもうお持ちでしょうか、えー、この問題、ねえー、の内容を見ていくということになります。えーまあ、特にですね、卓、あ、券、のーえーまあ、業法の内容というのは、うん、やっぱり得点取らないともうかなりのもう高得点取っていかんと、 えー、しんどい内容になりますんでね、まず、きっちり取れるように、えー、あやふやな理解ではいかんと、ピシッと取れるようにしていただきたいというふうに思っております。はい。えー、ではあ、まずいきたいと思います。はい。えー、まずこの4番。えー、卓研業の意味っていうところです。はい。えー、この問題、解いてみましょう。まず、解いてみましょうといったらあ、今のその、おウェブの、 パソコンを止めていただいて、そしてちょっと時間、まあ、2分半ぐらいかな、業法だったら、えー、2分半ぐらいで、はい、っていうことで始めて、そして動かしていただくと解説が聞けるというね。そうでないとあのずっと聞きっぱなしでは、ね、いっぺんは解くということですね。はい、まずいきます。4番からいきますよ。はい、A という個人が、えー、宅建業の免許に関して正しいものはどれかということですですね。まあ、業法の規定、えー、ですね、問いでね。 まあ特 A ということで、ほとんどこれが多いと思います。えー、業法に関しましては、もう、これはちょっともういいですわっていうような問題はほとんどえないんでね、えー、きっちりとその辺は押さえていただきたいと思います。まず1番からいきます。A が、競売物これ、抵当権の実行です、あの担保ですね、競売物件により取得した複数の宅地を、宅建業者のえ仲介、売買により依頼をえして、 売却すするを繰り返すここちょっと線を引かなかったのは業者を頼んだかどうかじゃなくて映画という主語ですね複数の宅地を繰り返しまあ売っていくという場合免許がいらんのかといっこれは要ります間違っております必要はいここですねえー、ここのところですね、はいえー、宅地の売買の業として行う場合宅建業に当たるので免許が要りますここにまあ一応書いておきましたが業者に売買を依頼したかどうかはこれ関係ありません 各県業者は持ってたから免許持ってたからいらないんだっていうことはないんでこの辺ちょっと間違いのないようにね、えー、しておいていただきたいところかなと思います、はい、では2番へ行きます、えー、A が土地区画整理事業により造成された区画法っていうねまた勉強されると思いますが講師 C の宅地を C の代理として売っていくと免許いる,いるんかこの講師という C はいりませんよしかし 公共事業を中心にやってるような人っていうことですから、それはそれで免許がいりますからね。ですね。はい。二番、宅地の売買の代理を業として行うというね、これ免許いります。宅建業にあたります。免許必要です。これが例えばその市などの地方公共団体、これしから宅建業法の適用がないんですが。 その人らは免許はいらないんですが、その人から頼まれたものは免許はいりますからね。その人らはいらんけど、頼まれた人はいりますんでね。この辺違い、この辺も米がついておりますね。で,すか、はいで、これ実はこの、まあ、3番がちょっとやっぱり難しいんですよ。これ、運用と考え方ということで、条文ではないんですね。例えばね、A という人が組合方式、人を集めるわけですね。 住宅の建設を目的で組,組合参加者を募り自らここですね組合員とはならない組合員ではないんです外れてますね外で、ね、これ組合員やったら中のものに売りますから特定してしまいますんでねで当該組合員による住宅の建設のための宅地の購入を繰り返す場合は免許はいらないんじゃなくてこれりますただこれはちょっと難しいですこれ分かれにくいんですよこれはもう分からへんどっちかというとクエスチョンやったら選んだらあかんと思いますただ この今、クエスチョンつけましたけどもこれはあの個数問題ならばもう致命的なんですねクエスチョンはつけれないんですけどもまあまあこれはまあ知らなかったら知らなかったりしょうがないのかなという感じはするんですけどねはい、えー、ここですね宅地の売買の媒介を業として行う場合は宅建業に当たるんで免許いるとでここですね組合,法組合員以外ですね組合員以外のものが業としてその組合員を募って その人に売っていく、ね、そして指導や助言なんかを行うのは、宅地の売買の媒介にあたるところ、通達です。通達や、こういうふうにしてくれって言われてですね、条文じゃないですよね。はいということなんですね。ちょっと難しいですね、だから米ついてないでしょ。もうこれは、戻っちゃったクエスチョンなんですよ、要は分からんと。ということは、分からない枝を答えとしてはいかんということです。間違いなくね。はい、そして4番です。A が賃貸物件、賃貸ね。 一括借り上げ、して賃借人に直接貸す、またそれを業者に頼んで貸す、これ、自ら貸借ですね、自分が貸す、これ、自ら貸借は、宅建業じゃなくて賃貸業ですね、まずこの宅建業の意味が出たときは、まずはこれ、聞いてきてますよね、一つはね、はいえー、こうですね。 自ら貸借をすることは宅建業の取引には当たりません。転退することも取引には当たらないです,です、ね。またがしすることも当たりませんのでね。転退ね。はい、この自ら貸借がよくねこれはもう知っとかなあかんやつね。ということは答えとしてはこの子が正しいのは来るはずなんですけども。もまあ、正答率でいうとここなんですね。うん、やっぱり分からい。枝が一つ3番に入ってるって言うのがらいんですね。1には12は分かってるはずなんですけどもまあ。 あの全体の正答率としてはあ合格者で4分の1間違ってる、えー、そうじゃないとまあまあ4割以上間違うとで全体でも3分の1ぐらい間違ってるっていうのが現状なんですねこれやっぱり3の枝が分からなかったら選ばなかったらいけたはずなんですけどもね、まあ、その辺が、えーねえー、どうなのかという感じではあるんですけれどもね、えー、こういうところね確認をしておいていただきたいと思いますいいでしょうかはい。 では続きまして5番これも特 A ですこれちょっとやってみましょうはいよろしいでしょうか、えー、まず5番ですけれども宅建業の免許免許に関して正しいものを業法の規制で聞いておりますこれね実は個数問題ですよねこれね個数なんですけどね最近多い個数ですよね2014年か結構多かったですからねはいまず1 A の所有する商業ビルを賃借している B 借りてるわけよねこれ賃借やから A から借りてるわけね A は所有者オーナーさんやね借りてるとでフロアごとに不特定のものに反復して天体こういうのをまた貸しするとサブリーンスみたいなねでこれ A さんは貸しオーナーさんで貸してる B も免許必要としない丸ですね これはまあ、ポイントとして押さえてかなあかんのは、A 所有するということは、A さんは所有者ですから、それを貸すわけですから、自ら退職。で、ここ、天体聞いてます。自ら退職と天体はともに免許はいらないんですね。ということで、まあまあ、丸ということですね。はい。いいですかここです。はい。まず、A は、商業ビルね。こちょっと下げましょうかね。 A は商業ビルを自ら貸借ね過信するに過ぎないのでしたがって A は賃貸業で免許はいらないここいいですねで他方 B さんはその借りた物件を不特定のものにまたがし転退をしますだから自ら転退も取引には当たらないのでともに免許はいらないだからこれは丸ですこれも知っておかなかいね合格ステップ出てる話ですねまあ、自ら貸借また聞いてるやんというところですね はい、では次が、あ e、です宅建業者 C が D を代理して D さんと一緒を代理して D 所有するマンション30個の不特定多数半分継続して分譲する場合 D は免許を受ける必要はないこれ間違ってます、これ D さんが分譲するんですよ、それに間に入っているのは業者 C ですからよく言うと、これ D が D さんの分譲なんですよ。 だかららは自ら売り主として免許が要ります例え、業者を介した人としてもですよ、宅建業者を間に通したとしても、いやこれよく出されてる問題ですよね。例えば、一般の人がマンション持ってて分譲しようと思う場合、自分では売れへんから宅建業者にレック不動産に頼んだと、レック不動産免許持ってるからいいんじゃないかと、そういうわけじゃないんですよね。売り主としての立場として免許いるじゃないかという問題ね。こういうことですね。はい、これだから間違っております。 はいいい,ですいいですかマンションの所有者は、えー、宅建業者の代理により分譲する場合であっても自ら反復継続して分譲してますよね。何んぼ業者を頼んだとしてもマンションの所有者が売るにあったらそれはね自ら売買をしてるわけですから免許が要りますよね。たとえ業者に頼んだからいらんという規定はないんでねこの辺は、えー、間違いのないように、えー、押さえておいていただきたい、えー、ところじゃないかなと思いますね。 よろしいですかはいいいですね、間違っております。うーです、い、e、が転売目的で反復継続して宅地を購入する場合、売り主が国その他の宅建業法の適用がないものに限りは、e、いは免許を受ける必要、こんな来てないよ、こんなん、でたらめやね。全然そんな言うてないよ。確かに 国地方公共団体は宅建業法の適用を受けませんこれはいいです。全然問題ないわけです。だからといって、それを、その人らを相手取って、いろいろ絡んで取引やっていくとなったときには、それは一般の人ですから、その人は免許いらないという規定はないですね。公共事業専門に扱う業者もいるわけですから、これはちょっとおかしいな。はい。ですか。ここです。国その他の宅建業法の適用のないものからです、ね、国等は 適用はないです宅地の購入することを不特定多数で取引を行うことは解除しそして転売目的でする場合は業に該当するので免許が要ります。なんぼ国がいらないからといってそれを頼まれた人は別に普通の人なんで宅建業の免許はいりますよねという理屈になるということでねよろしいでしょうか。ねはいえー、そして、A、になります次ね はいえー、A ですね、えー、F が借金返済に充てるため自分の宅地を10区画に区画割りして不特定のものに半分計売却する場合だから10区画を売るんでしょ F は免許お,おかしいはねなんで免許いらんねえのなとね借金の返済やからですかねどう,なんど,うどういう解釈自分が持ってるものを10区画にして半分継続して売却したら免許いりますからねこ、はい、これれはは間違ってるねこれは別にもうなんか まあ、ウーの方がなんかちょっとごまかしされるかもしれないこれですね「事故の所有する宅地を10区画に分割し不特定多数のものに反復継続して、えー、販売する場合は宅建業を行うことになるから免許を受ける必要がある」というですねこれはもうそのまま全然問題ない話だと思いますまあこれでも全部星がついてますよね知っかなあかんやすねでもね正当率こんななんですよ 個数問題になるとこうなんですよね。合格者で八割切ってます。約四分の一は間違ってしまうんですね。七十七パーから五パーで半分の四ですかね。で、そうじゃない人とはもう半分近く間違うんですよ。でもこれ、やっぱり三割以上間違うんですね。そんな難しいないですよね。さっきのあのやつよりはね。でも、やっぱり正答率が普通、これ択一ならば九十何パーと、これ七十何パーのはずなんですよ。だから、やっぱり個数になった時の対応ができるような、やはり準備をね。 日々勉強しておかないとこれ例えば択一ならばこれ、えー、例えば正しいもので多分1番が答えということになるんですね人あ,あが丸でしょで他はは×でしょこれ正しいものが空いたらああなんですよね自ら代謝学やったらいらんとほんならもうあんまりいいとかうとかええの解説も読まんとこうチェックもしてない人が多いんですねこれはもう最悪なんですねこういう勉強の仕方では全く力つかないと自分ではやってる問題をやってるような感じにはなるんですけどもきっちりした勉強はできてないんですねだから 究極部ですよこれもし択一問題で1番が丸となってもシャッフルされたらもう分からへんんですよ。なんかもう1番答えたなみたいな感覚に覚えてるみたいなね。まあそれはもうとんでもないというところがね、えー、ありますので、えー、ちょっとその辺をね、えー、理解しながらね進めていただくといいかなと思います。こうする問題ね。では次6番。はい、えー、6番の問題、はい。これもやってみましょう。他県魚の意味です。これはまあ A ですけど はい、では問題見ていきますよ。まず、あです都市計画法の,都市計画法のお工業専用地域、これ、用途地域ですね、用途。まあ、用途地域というのがありますから、この用途地域、これ13あります。これ住居系があ、住居が増えましたから、8ですね、えーえー、8。 それから商業系2工業系3823の13ということですね。ですかねえー、こんだけ、まあ、ま,あまたやります第一種低層から工業専用地域までありましてね使い道が決まっております、まあ、使い道が決まってるからこれ業法でも、まあ、この問題にありますように宅建業法で正しいものは これも個数問題でいくつあるかを聞いてきてるんですけども都市計画法の工業専用地域これここに入ります3つのうちの一つですこれ資材置き場に供される土地これ宅地に該当しますまるです用途地域内は別に何でも宅地ただし現に道路公園河川は違いますけどねはいこう書いてます工業専用地域は用途地域用途地域の土地は一定の場合を除きっていう言い方が 今お話しました現に道路路公園河川水路は違います今現在道路になっているところは所詮道路ですからそれは宅地にはならないわけですねだから一定の場合を除いて宅地だとしたがって道路公園河川じゃない例えば資材置き場はおそらく工場なんかができていく可能性高いですね転用できますんでねだからこれは丸ですですね はいえー、いいです社会福祉法人、まあ、こういう言い方ね社会福祉、これ別に公的な国等ではないんでね、こういう言い方しますけども、高齢者の居住の安定に関する法律に規定するサービス付き、高齢者向けの住宅の賃貸の売買を反復、ここです家の賃貸、貸し借りの仲介をすることをずっとやると。 この場合は、業法の免許いらないという規定はないよ。ここは、まあ、ポイントは、この社会福祉法人という言い方が。どうなのということですよね。社会福祉法人というのは公、こ公的やったら、それは、まあ、全面的に適用されないんですが違います。いいですね。はい。住宅の賃貸の売買を反復継続、いいですね。 これは宅建業の免許を、おお、業を行うことになり、免許を受ける必要があります。ですね。免許あります。で、本市のような社会福祉法人でも一緒です。必要です。ですね、はい。はい、そして次、うです。都市計画法に規定する用途地域の外。用途地域内は宅地は言いましたよね。じゃあ、倉庫のように供される。 倉庫いうことはこれ建物です建物ね建物は別にあんまり別に何でもいいんですけどまあ倉庫まあ住居でもいいんですけどもいわゆる倉庫のように供されるものは宅地には該当しないですこれは間違ってます用途地域外でも建物を建てる目的ならば宅地ですこれは全国的な話です用途地域はこれは都心の話ですですね いいでしょうかはいです、ね、だからこの定義をちゃんと分かっているかどうかね「現に建物の建っている土地であれば」とあるんですねこれ倉庫のように供されるやからねもうされてるわけでしょ供する目的でもいいわけですねだから現在倉庫が建ってますよという土地はその建物の種類や場所を問わず全て託児です物が建ってますからねでまた倉庫を建てる目的でもいいです 供される目的もいいですね、宅地ですね、はい、これ間違ってますね。賃貸住宅の管理業者、管理業者は宅建業者ないんですけどね、ここはね、ここは、賃貸の管理やる人ね、その貸主から管理業務と合わせてっていう、ここはいいんです、これは別に問題ないですね、ここち違いますから、合わせて、 入居者募集の依頼を受けここですね賃貸の売買を反復継続して行うとこれ宅建業でしょう。免許いりますよねだからここここで走って間違ってあかん読まなあかったらここですよね間違ってますねはいここですね住宅の賃貸の売買を反復継続して行う場合は宅建業やから免許いります それが住宅のの賃貸の管理業者であっても一緒ですこの管理業者という言葉が出てるから管理かなと思うんですけども管理だけやったらいいざ知らずその付帯的なところでねそれに付随していわゆる宅建業もやってますよというまあ逆,逆もありのですね例えば宅建業者が管理業者管理もやるっていうのもあれば管理会社がですね宅建業やるというのもそれはあるでしょう。 それは、まあ、あの要を読まなあかんのはその内容の確認をしていくとこれは間違ってますね。ということでこれも全部ああいう絵全部星つけてますでも正答率これなんですやっぱり低いですよね。個数問題でこれ迷うのないんですけどね合格者で3割間違ってます約ねそうじゃない人はもう半分間違ってます全体でも3分の1はやっぱり失敗するとこれね,、えー、こ,れねこういうやつね。 うんまあ、これ「う,う」かな「う,う」がを「丸にしてしまううん「卓地」に該当するっていうことでこれが間違いね「丸にしてしまうと答えは変わってしまいますからねですかきっちりね見といてくださいよ大丈夫ですかはいではあ少し飛ばして次は12番これちょっと「事務所」っていうところねこれをちょっとやってみたいと思いますちょっとやりましょうはいよろしいですかまずいきますよ 事務所、宅建業法の規定によれば正しいもの、これ一応、択一です。マシですよね。はい、まず、宅建業者はその事務所ごと、これ事務所ごとね、事務所ごと。だからまあ、事務所ごとは本店とか支店もあります。まあ、いや、いい、ねえー、帳簿を備えなければならない。帳簿っていうのは営業の、まあ、日報みたいなもんですからね、ずっとつけていかなかんと。で 帳簿のの記記載事項がパソコンのハードビスクに記録今と近いのはねペーパーレスの時代ノーペーパーですもう紙いらないということはもうパソコンに入力するとしたらそれにまあ記録するとで必要に応じて事務所でそのパソコンやプリンターのを用いて紙面に印刷するプリンターアウブワーッとするととしたら当然これはその今の時代に応てるんですからその帳簿への記載に変えることができないじゃなくてできますよね。 それは別にこれでいいんじゃないでしょうかね。問題ないと思いますね。はい。はい、ここ。事務所ごとに帳簿は備えてねと。とそして、事務所のハードディスク、ね、パソコンのハードディスクに記録し、必要に応じて、事務所においてパソコンやプリンターに用いる紙面で表示と。そして、帳簿への記載に変えることができます。もう今はそれのが管理がしやすいよね。例えば、 USB であるとかねえそういう DVD みたいなね情報に落とすとかねいろんなデータをねそっちの方が関連しやすいね。紙やったらこうなくしたりとかね色も合わせたりするんですけどもまあそれもないんでね。これバーツですすねいけますはい2番宅建業者は 主たる事務所に本店に免許証は掲げなくてもいいとあげんでもいいそんなあげないただ標識はいりますねとこれ別に主たる事務所だけじゃなくて事務所ごと、まあ、案内所なんかでもいますからね標識こいつはあげなきゃいけない場所多いですねこれ大手ます丸です2番いいですか業者はその事務所において、えー、いわゆる標識を掲げましょうとこれは業者表です 自分が作る金看板金なんかの色多いですけどね業者表を作るわけですねしかし免許証は別に上げる必要ないわけですねこの辺間違うんねはい。ね次三番です宅建業者は事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えるそして取引のあった次の翌月の1日までに記載する、ね それおかしいに違うのその取引のあった月のってそれも毎月ありますよそんな不動産業者やねんからね毎日のようにやってはるわけですからそれは取引の都度つかかないと翌月でほんな例えばあの例えば1月の2日に、まあ、正月やらんだけど一月二日に取引があったら次の2月の1日までにそんな忘れてしまいますんなその,その都度その都度そこにおい書いておかない残しとかんとそれはそんな忘れてしまいますよおかしいよな日本語としてね これです。宅建業者はですね業者はたっ、えー、業に関して取引があった都度取引ごとにその年月日に、ね、かかる宅地建物の所在面積その他定める事項を記載しなければなりません取引のあった翌日こんなん遅すぎるわねこんなん困るでしょうそらねちょっとおかしいなと思いますよねですかこれ間違ってます。 はい、4番「宅検業者はその業務に関する従業者証明書を携帯させなければならない」まああの従業者であるという証明ねそのものが宅検士である場合は宅検証の携帯をすればいらないおかしいでしょこれこっち側はレック不動産の社員であるという証明でしょ。でこっっちは宅宅試験通った士の おおその宅ケン試験いわゆる10月の第3日曜日試験に合格した固有の資格である証明でありますからねそんなもん変えれるわけないやでしょだって従業者証明書はこれあのパートタイムやとか一時的な人も含めて持ちましょうと言ってるわけですよね別に宅ケンは1 0人の宅ケンは5対1ですからそんイコールではありませんよね全然規定がですねだまあ当然ながらまあ逆に言えばですよ。 多分事務所の専任の宅検診、まあ、は従業者証明書は持ってると思います。だからといって従業者証明書を持ってる人が全員宅検診かどうかはそれははなはな疑問ですよね。試験に通ってなければ。でしょ例えば事務の女性ですね、えー、宅検診がいるかいか別にいらないわけですよ、不動産業においては。別に重要事項説明やらないっていうんやったらね。ただ営業の人はいりますよね。 それははっきり違うんですでも今言ったその、うん、ね事務、えー、の女性であろうが、営業やってるう営業マンであろうが、男性であろうが、全部レック不動産の従業員であるということは変わりないですね。こんなん変えようがないですよね。全くね。ということです、はい。宅建業者は業務に従事させるもの従業者証明書の携帯させなければ従事させてはいけませんよと。 この従業者証明書の様式は法定されて決まってます。これ変えることできませんよ。こっち側は会社の従業員の証明。こっちは個人のライセンスの証明これ物が違いますもんね。一緒じゃないわね。だからそれはまあ当然、こんなんは一緒にならないということね。間違いないね。これ、星ついてます。4番も3番も2番も1番も全部ついてます。知っておかなければならない内容です。 択一ですよね。だから見ていただくと分かりますように、正答率は択一やつ高いです。これ、おそらく個数やったらこれ70とかなってくるわけですよ。でも、合格してる人と差は三十30%あるんですよ。こっち側はまあほとんどあります。こっち側は3分の1間違ってます。ここはやっぱり3になってますよね。全体でも80越してますから、まあね、ちゃんと見て、これ択一なんかやってやっぱり取りやすいね。さっきも言いましたように、個数になるとやっぱりちょっと、 厳しいじゃないですかこういう例えばちょっとこういうところを見たらほら77と51でしょグーンとやっぱり全体でも下がりますよねこれだからあのこれはこの何て言うんですかね個数問題が出た時の対応はきっちいできるかどうかっていうのは大きいと思うんですねはいあの今お話し,しましたように、えー、実は去年の2018年の合格点は37点で個数問題含めて3問しか出てないんですよ 四年その前そこ4年ぐらい前には31件の合格6点違う時あるんですよでこの時の個数問題って9問あるんですで去年が3問でその時9問のことは6問違うんです合格点が6問違うっていうのはたまたま一緒なのかやはり個数問題が増えたらねできないっていうのはあるからやっぱり個数問題の対策っていうのはしておく必要があるんですね個数問題対策はあのなかなか動くもんとか市販の問題集でもそうですけども何でもそんなないんですね 過去問なんていうのはもうその全部があれされてるわけではないんで、えー、まあその辺の対応をね試験までにはきっちり別に今すぐやるっていうんじゃないんですけども10月までには例えば8月9月あたりでトレーニングをしてちゃんとねできるように自分でしておくと当てもにならないような勉強がね必要なのかなという感じがします。まあ、あの特ににに業法といううののは不動産取取引引ために作らられてますから割と具体的なな直接絡むような 内容がいいっぱい出てきておりますんで、ね、きっちりまた問題の方をね、確認をしておいていただきたいと思います。えー、今日やりましたのがですね、え、出る準卓研スマート演習講座卓研業法1回目は、一応、卓研業の意味、それから事務所の5点セット、この辺の内容をね、え、確認をしていただきました。まあ、あの、特に先ほども言いましたように、業法は点数をきっちり取って、 やはり20点全部取りに行きたいというのが気持ちとして、ねえー、ありますので、えー、そういうつもりでね、えー、ぜひ進めていただきたいというふうに思いますのでね、ぜひまたそういうトレーニングをしておいてくださいね、いいですかね。はい、えー、そうしましたら、宅建業法の1回目は、えー、この辺で終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。